どこの動画ではクレベル・小池 VS 鈴木一郎の勝敗予想をしていこうかなと思います。まあ、ぶっちゃけね、ライジン43ですかね。見たいカードはね、まあ、ほぼこれ一択と言ってもね、過言ではないですけどね。まあ、個人的にはね、トレント・ガーダム VS 後藤ジョージのね、まあ、ちょ前線で共に膝やっちゃってるコンビの試合、まあ、結構楽しみだったりするんですけど。 うん、他はマジでイマイチっすねでもガーダムはね本当に、えー、ライジンだとビクター・ヘンリーと井上直輝とやってるのかどっちもねすげえいい試合で、うん、相当強いと思うんで今後また楽しみですけどね、まあ、今回グズグズだったらねもうおしまいでしょうけど、まあ、それにしてもライジンはねうまくやりましたよね、まあ、タケルと井岡和とか、うん、その2人がねそれぞれ、まあ、キックボクシングとボクシングで、まあ、ペーパービューでね同じ日にやるのかな 近い日にやると思うんですよ。で、そこでペーパービュー高えなってなってる中でね、無料にするっていう、この戦略、うん、やりますよね。で、LIGIN43 はね、正直、お金を落とすにはね、忍び台カード陣容ではあるんで、まあ、これ YouTube のね、チャンネル登録者数、100万人突破記念っていうね、それ被せてね、やっていくっていう、この意思決定できるのすごいっすよね、マジで。そんな簡単なことじゃないと思うんですけど、 まあでもね基本、ファイトマネー安い選手しか集めてないってことでもあるんでしょうけどね、やっぱざっと見た感じ、誰この人って人結構多いんで、でなおかつ、多分んこの中だと、まあ、クレベルと八千悠介がね、軍を抜いてファイトマネー高いんじゃないかなって予想してるんですけど、まあ、八千選手はね、ここ数年、試合内容も結果も全然振るってはいないですけど、まあ、それでもね、まあ、なんかライジンのね初期からまあ戦ってきた選手ではあると思うんで。 まあそれなりに高級取りだと思うんですよね。やっぱ知名度もまあ、うん、あるんでしょうし、八千悠介目当てでね、あんま買う人いない気もするんですけど、まあそれでもね、やっぱこれまでやってきたことはあると思うんで、まあ戦績見てもね、<laughs> そうそうたるメンツと戦ってきてるんでね、まあそれなりにね、いいファイトマネーもらってるんでしょうね。まあでもその2人ぐらいだと思うんですよね、ちょっと抜けてるのは。 他はやっぱ基本安く抑えられてるんでだからこそまあ無料で行ったれっていうねそうなったんかもしれないっすねでまあこの中でねやっぱメインのクレベル対鈴木千尋タイトルマッチ、まあ、お互いね全然北海道に縁もゆかりもないと思うんでねなんかあんまねしっくりこないっすけど、まあ、それでも楽しみっすよね特に鈴木選手はねちょうどいいタイミングでスポッとね入ってきましたよね正直中原良樹選手とのね2022年の大晦日の戦いか うん、あれが良かったっすよね。中原選手はやっぱ、ライジンフェザーのトップ層と、ま遜、あ、色ないレベルだと個人的には思ってるんすよね。相当強いと思っていて、やっぱワンでのね、試合見てたらね、やっぱ中原強えって思うはずなんすよね、うん。ロシア系のなんか、一人化け物みたいなやつ、KO したりもしてるんで、うん、でも鈴木千尋はね、そこ勝ったんで、やっぱでかいっすよね。山本らからの平本蓮、からの萩原恭平、からの今成正和、からの中原良きか。 そんなめちゃめちゃ強いやつをね、バッタバッタ倒しとるわけではないですけど、まあでもね、しんどい5連戦ではあったと思うんで、それぞれ。それぞれね、やっぱ負けたら失うもの大きかったと思うんで、まあ、この5連勝ってのはね、まあ評価すべきですし、それはタイトルマッチ、バッテされるよねって感じではありますよね。で、それを迎え撃つのがね、パトルシオ、ピットブル戦で、まあ敗北後の復帰戦、かつ、タイトルマッチの、まックレベルですよね。まあこれどうなるのかと。 あじゃあそれぞれぞの選手についてまずはクレベルコイけ。1989年10月16日生まれの33歳。戦績は31勝6敗。2KO27 差オミッション。いやもうえげつないこの戦績まずうん。こんな戦績ね、まあ、バケモンっすよね。まあ、ずっとね、国内だけにいて、なんか内弁慶的なね、選手なわけじゃなくてね、まあ、KSW とか、あとなんかレベル FC だっけ。 まあ海外に出て行ってのこの戦績なんで、凄まじいっすよね。うん、脅威すぎるフィニッシュ率の化け物っすよね。やっぱ決め力がとにかく半端ないし、まあ、ライジンフェザー級の中では抜けてる存在ではありますよね。全員ね、2ラウンド以内で仕留めてますもんね。まあ、パトリシオ戦はね、あの、パトリシオの圧に飲まれた感もありましたし、あれはね、何回やってもまあ、同じ展開にされて、負けそうな内容な気はしましたけど、 あれは相手がね、ちょっと悪すぎただけっすよね。確かベラトールでね、パトリシオと AJ マッキー、この2人だけはね、全世界、UFC もひっくるめた、全世界のその MMA のパウンド4パウンドのトップ15とかに入ってたと思うんで、やっぱその一角なんでね、パトリシオ。まあしゃあないなと。うん、まあでもその相手にね、まあ、ちゃんとフルラウンド戦いきったのはね、良かったんじゃないですかね。で、クレベルは、打撃ね、そんなハンドスピード速いとか、そんな感じじゃないですけど、 リーチ長くてね軌道見えづらいしそもそもパンチ力もねすげえあるんすよね、うん、ダウン取ってから寝かして決めとかもありますからね、えー、カイロアゴン戦も確かそんなんじゃなかったっかな、うん、なんかダウン取ってそっからねなんかダースチョークかなんかで決めましたよねあと最近はねテグダウン能力も高いしもう寝かせたらねもうやばいっていのはお察しということで強いっすよねほんとに穴がめっちゃあるように見えて実はあんまりないタイプっすよねだって打たれ強いっすもんねそもそも 一発でででり取られてるわけでもないんでそんなねなんかめっちゃやばいダウンとかもしてないと思うんでどの試合でもうんそれにしても KSW でやっぱチャンピオンになったのは伊達じゃないっすよね最近ねそういえば KSW の興行やってましたけどえげつないぐらい盛り上がってましたもんね見ましたなんかねツイッターとかで流れてきましたけどやばなかったっすか4万5000人以上とか埋まったらしくてすごいっすよね本当に だからね、なんか、国内で多分すごい盛り上がってると思うんですよね。日本のライジンとまあ同じ感じですよね。ライジンもまあ、日本で盛り上がってるじゃないですか、あくまで。うん、それと同じで、まあ、ケースアブリ、あれか、ヨーロッパで盛り上がってるのかな。まあ、でも、ポーランドっすもんね。そんなヨーロッパの、まあ、中心国ではないはずなのに、まあ、あのね、熱というか、うん、すごいっすよね。まあ、前のベラトールのね、フランス工業、フランスだったっけフランスだよな、うん。フランス工業もね、えー、パンパンだったらしいんで。 ヨーロッパももねねすすごいい盛り上がってるんかもしれないです、ね、まあそれは置いといてまあクレベルは本当に強いと打たれ強いのがやっぱ厄介っすよねまあ聞いても自分から寝転がってね引き込んで休憩もできるしまあそう言ってもね去年にあった、えー、UFC のライト級のねチャールズ・オリベイラ対マカチェフみたいな、まあ、寝技の対応もね完璧にできるやつにはその寝転がってね休憩作戦全然通じないっすけど、まあ、それでもライジンレベルの選手だとね やっぱ一撃で意識借り取られない限りはねなんかリセットできますよねまだ俺のターンみたいなそんな強さがクレベルにありますとで対するは鈴木千尋1999年5月14日生まれの23歳戦績は10勝3敗 4KO1 サブミッション鈴木千尋はねなんかすごい熱血キャラでマジで純粋なんでしょうけどでもなんか闇を感じるっていうね不思議な男っすよね なんかただただ明るいジャンプ漫画のなんか光だけ浴びてきたそんな主人公じゃなくてねなんかわかんないっすけど幼少期はなんか暗い過去があってみたいななんかそっちのね主人公に見えるんですよねなんか完全に偏見ですけどなぜかねなもちろん明るくてすごい純粋な人なんでしょうけどなんか闇を感じるっていうねなんか不思議な男ですよねまあでも自分にねやっぱいつも自信を持ってやってはると思うんでそれは素晴らしいっすよねで打撃がとにかく持ち味だと思うんですけど 結構ね、重心高いというか、キックボクシングのね、打撃のまんま、MMA やってる感じも結構あって、まあ、なんか本人の中ではね、それ結構切り替えてやってるみたいな話あるんですけど、でもなんか、通常の MMA ファイターよりやっぱり重心は高いなーってのはすごいあって、でもね、テイクダウン全然取られないんで、相当、だから身体能力高いんでしょうね。身体能力というか、体の力がすごいんかなって印象があってね、中原戦とかね、完全にタックル切ってましたもんね。あらびっくりしたな。 寝かされる展開もあるかなと思ったんですけど全然寝かされなかったっすよね、まあ、でも結構得意のね打撃でも危ういシーンは割と多いというかねライジンデビュー戦のね庄司戦ではそれこそ強引にいって慶応負けしましたし平本連戦でもね一ラウンド目いきなりね右ストレートぶち当てて、まあ、平本を効かせましたけどでもその後のねなんか平本の、まあ、猛攻っていうほどでもないですけどその後は平本の方がね当ててる印象もあったんで。 であとは萩原戦でもねカーフキック効かされたりとか中原戦でもワンツー結構綺麗にね、うん、被弾してすげえ効いてるシーンもあってまあ、勝ってるからすごいんですけど結構どの試合もね綱渡りな試合をしてる印象があって割と危ない場面どこでもありますよね一歩間違ってたら普通に負けてる可能性もあるっていうそういう試合をねなんか34試合ぐらい来陣では超えてきてる印象があってねまあでもやっぱその中で勝ち切れてるのは フィジカルの強さなんですかね、寝かされないですもんね、やっぱり。で、クレベルがね、やっぱ、ジンで戦ってきた選手の中だと、パトリシオの次にフィジカルは強いんじゃないかなって見てて思いますけどね、まあ、レスリングとかグラップリングとかね、入れたら、真島選手とかの方が強いでしょうけど、まあ、単純になんか、その寝かされないっていう部分、フィジカル的な部分だけで見たら、まあ、一番強い感じはしますけどね。で寝技の対応もできますし、まあ、やっぱ、打撃の被弾が多いのは気になりますけど、 ストライカーとしてて必要な土台はね全部持ってる選手ではありますよねで、この試合の展開予想なんですけどまあそうはいつ,つね結構ワンサイドゲームになるんじゃないかなと思ってまして打撃なら鈴木千尋がぶち当てて勝てるっしょみたいな意見もあるんですけどそれ結構本当かなって思う部分もあってクレベルもね強いっすからね打撃寝技をねどうしてもなんかフィーチャーされがちですけど何でしょうね 強いっすよね、打撃。リーチ長いし、軌道も独特で,で。鈴木選手結構ガードが高いんで、で、なんか自分の顔の近くまでガード上げるじゃないですか。それが逆になんか、クレベルのロングフックとか着た時に、そのガードが四角になってね、なんか隙間から入ったりするみたいなのも、まあ、結構あるんじゃないかなと思いますけどね。なんかカイルアゴンみたいな、あんなもらい方でなんかダウンするみたいな、全然ある気がするんですけど、どうなんでしょう。だからワンチャンね、クレベルが先にダウン取ってなんか、 寝技でしとめるみたいなパターンもね全然ありえる気はしてるんですけどねでそもそも鈴木選手のね山本そら戦とか見る限りクレベル相手にねガンガンいけるんですかねなんかいけない気がしますけどね特攻スタイルだとやっぱ庄司戦みたいに壮大に散る可能性も結構ある気がしていてもちろん前には出ないといけないと思うんですけどそんな一気にガンガン行くんじゃなくてねちょっとずつじりじり圧かけて ジャブとかかさててみたたいいいいななそういうう風にした方がねねいいって思うんですけど、ね、打ち合い結構怖いですけどね。まあインファイト、うん、近距離の殴り合いに持ち込めば、鈴木選手の方がパンチの回転断然速いんで、先に当てれるでしょうけど、クレベルはそうなると絶対クリンチすると思うんで、まあ、タイガー・ムエタにね、修行にも行っとるんで、首相撲の練習も積んでるでしょうし、そんな近距離でね、クレベルが打ち合ってくれるとはやっぱ思えないんで。 でも、うん、打ち合いに持っていくしかないんですかね鈴木選手の勝ち筋としてはだマジでね勝ち筋はもうクレベルが熱くなってくれて向こうも打ち合いに応じてくれてその中でぶち当てるみたいな2022年大晦日の中原戦みたいなあの感じっすよね相手を、ね、なんか熱くさせるものが鈴木選手にはあると思うんでもうそこでね打ち合ってなんか勝つみたいな感じっすよねで試合後のマイクではねクレベル戦が俺の打ち合いに 付き合ってくれたんで勝つことができましたみたいななんかそんなん言ってる絵もちょっと浮かぶんですけどまあでも基本ないんじゃないかなクレベルはやっぱ組むと思うんですよねで組まれるとやっぱ体力のロスが大きいのは鈴木選手の方だと思っていてその中で一回寝かされてで立とうと背中向けたところでバック取られてキープされてバックチョークかなとこれ結構早く決まっちゃう気もしますけどどうなんだろうな2ラウンドぐらいかなクレベルの2ラウンド 一本勝ち予想でいきますでもなんかね、勝ちそうな雰囲気出てますよね、鈴木千尋。なんでかわかんないですけど、鈴木千尋に風が吹いてるような気もしていて、このタイトルマッチのね、チャンスをポンって得られたのもそうですし、あと今回、無料配信されるじゃないですか。おそらく今回見る人、かなり多いと思うんですよね。まあ、通常の、まあ、ライジンの試合よりは、まあ、ランドマークとかよりはね、全然見られる可能性あるんじゃないですかねって思ったけど、まあ、前のランドマークあれか。 朝倉未来とか出てたからあれほどは見られないかまだ、あ、無料なんですごい一気に見られるでしょうし勝てばねものすごい勢いで拡散されると思うんで今の勢いそのままね取ってまう気もねちょっとしてるんですけどね時代の流れはねなんか鈴木千尋に向いてきてる感じは、まあ、ちょっとしていてんでもそれじゃ埋められないぐらいの差があるような気もしてるんでまあクレベル予想ではあるんですけどやっぱさすがに総合力で差がありますし 一発ぶちち当てるしか勝ち筋がないまあそれは同じ体重でやる以上ね一発当てたらそれは誰でも倒せるじゃないですかうんそこだけに期待するのはね厳しいんじゃないかなっていうマジでクレベルがね予想を見せたり熱くならん限りはほぼ格でねクレベルだとは思うんですけどねということでね、まあ、今回はクレベル小池 VS 鈴木千尋の勝敗予想をやってみました。 フェザー級戦線もね、ね。ごっつ面白くなってきましたよ、ねまあ、どちらにしてもおそらくね、えー、次の挑戦者は朝倉未来対ケラモフの勝者がね多分まあ、挑戦者として、まあ、年末ぐらいにねまたタイトルマッチ組まれると思うんですよねあとはねケラモフ戦を直訴した金原選手とかどうするんですかね、まあ、ケラモフがね朝倉未来に負けた場合は復帰戦で金原とか全然ありそうですけどね まあというかあれかれ朝倉対ケラモフで負けた方はね金原ルートありそうっすよね、うん、最悪っすけどねそのルート連敗の可能性結構でかくなるし他にもねフェザーだといまあ、だ無敗のね横山武二とか芦田戦で圧巻のパフォーマンスを見せた真島和正佐、まあ、最強かける中原良樹堀江義則あたりとかそんなもんかな、まあ、あとは直近で試合したね斎、えー、藤豊牛久潤太郎平本ね萩原もそうか うんまあ、ぶっちゃけ世界っていう面で見たらベラトールのランカークラスになんとか対抗できそうなのはね日本人だと朝倉未来ぐらいしかねいない感じもありますけどまあ、でも国内だとね結構談合状態だと思うんで楽しみっすよねでも間違ってもね対抗戦とかやらない方がいいと思いますけどね、うん、マジで朝倉未来ぐらいしか勝ち筋浮かばないっすけどねもちろんクレベル・ケラモフあたりもね、まあ、ありそうですけど まあ純粋な日本人で言うとやっぱ朝倉未来ぐらいしかない感じしますけどね他はなんかみんな普通に負けちゃう気がするんでねまあそれ含めて楽しみですよねじゃあそんな感じで終わります最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたします